鼻くそを食べると、ルッキー、ちょっとママのお手伝いしてくれる？今、忙しいから無理。忙しいって何してるの？ちょっと今、鼻くそをほじって食べていたんだよ。こんな風にね。ほじ、ほじ。もぐ、もぐ。え、ルッキー、鼻くそ食べたらダメだよ。なんでダメなの？おいしいからママも食べてみなよ。ルッキー、鼻くそって何か知ってる？ルッキーの鼻の中を見てみようか。え、鼻の中。や、俺はルッキーの鼻くそ。いつもルッキーが俺たちを食べてくれるおかげでルッキーの体の中に入っていけるんだ。俺の体は何でできているか知ってるかい？俺たちの正体は鼻水が固まったものなんだけど、固まるときにたくさんゴミやホコリやウイルスをつけているのさ。ルッキーの体の中にゴミやウイルスが入らないように頑張って固めていたのに。じゃあルッキーハイ、今までゴミやウイルスを食べてたってこと？ No! 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 そうだよ。ゴミやウイルスを食べるとどうなるかな？お腹の中にバイ菌が入るとお腹が痛くなったり熱が出るかもしれないよ。それは大変だ。鼻くそさん、教えてくれてありがとう。これからは気をつけてね。おばちゃんちちち赤いでおべち新聞紙遊び。秋田のババが送ってくれました。長くてなんだか。でピアノの方も広げてみようか。すごいね、形。うん、じゃこれが。うん。で頭にかぶせてみ。バルーン。バルーン。ほら、りあちゃんも。これバルーン。じゃあ、りあちゃんにかぶせてみて。ちゃちゃちゃ。面白いね。じゃあ、りあちゃんにかぶせよ。バルーンかぶる。おー、ルッキーが。ちらちらなった。すごいね、これ。ろうそく？ここで花火大会。花火大会？こっちがケツババを。これはジジイ。ジジイいいよ。すごいね。みやちゃん、すごいね。あー。待って待って、これさ、こうした方がいい。ほら、ルッキーお化けだ。見えてる。新聞紙遊びだね。お、なんかアフロの人みたいな。ルッキーこっち見て、見えない。ハハハハ。
ルッキー見せて後ろ向いてくるんマントだかっこいいさんになっちゃった。あるっけ、ゴミ人間になった。雪布団かけますよ。寝てください。布団かけます。寝てください。いっぱい布団かけます。寝てください。雪が埋もれた。ママにかけるの。見て。見てこれかけて。ああ。助けて。出られないよ。ミヤちゃんが助けてくれる。動画はここまで。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。バケあといいよ。